10月15日、平野翔27、岸優太29、神宮寺優太26による3人組グループ、ナンバーアンダーバーアイが結成1周年を迎えた。活躍の幅を広げる3人だが、SNS 上で彼らのファンに厳しい目が継がれている。画像、なんでそんなにかっこいいのか、ドラマロケに挑む平野翔の色気がすごい。 発端となったのは、10月13日に愛知県で開催された音楽フェスティバル、ワイヤードミュージックフェスティバル24。日本から世界へ、をコンセプトにアメリカ出身のラッパー、ウレチョッパ、21、千葉祐樹、34、などの豪華アーティストが集うフェスに、ナンバーアンダーバーアイ、も参加したのだが、そこでのファンの暴走に批判が集まっているのだ。イベント後、X で、 ナンバーアンダーバーアイファンのマナーの悪さを指摘する声が多数上がったんです。間近で3人を見たかったのか、前方にファンが押し寄せたり、注意した他の観客と口論になる場面もあったようです。また、フェスの公式サイトは会場内の写真撮影は OK しつつも、出演アーティストの撮影や録音を禁止していました。それにもかかわらず、 パフォーマンス中の3人の写真や動画が SNS に投稿されていました、スポーツ紙芸能記者。実際、ネット上では、ナンバーアンダーバーアイのファンの人たちが日本人とは思えないマナーの悪さ。もちろんみんなが悪いとは思ってないけど平気で小さい子ですら押しのけて前に進もうとする、痛いからやめてとあちこちで文句が出ているのにもかかわらず無視してこれまた全身挙げく道を開けろと逆切れ。誰 他の出演者について、曲全然知らん、翔ちゃんまだーと失礼なファンが多かったマナーの悪さにドン引きしてしまったかな。ナンバーアンダーバーアイのファンの人が堂々と割り込んできて他の人は少しでも前で見たい気持ちを抑えてその場所で見てるのに自分勝手な行動をしないでほしいさすがにモラルは守ってほしい。など、一部のファンのマナーの悪さを批判する声が上がっている。ナンバーアンダーバーアイ は8月11日のロックインジャパンフェティバル2024に出演して以降音楽フェスに参加する機会が多い。ただ、フェス会場でのマナーが問題視されているようだ。棚前で騒ぎ、路上を塞ぐファン、あるレコード会社関係者が明かす。他のアーティストが来ても盛り上がらなかったり、コンサート会場のように内輪を振ったりするなど、アイドルのライブのノリが抜けないファンも少なくありません。 フェスでは動画撮影やうちわの持ち込みを禁止するところが多く、ライブのように座席が指定されていません。そうしたルールを今一つ理解できておらず、他のアーティストのファンとの温度差が出てしまっているようです。3人のパフォーマンスを間近で見られる機会とあって、応援に熱が入るあまり暴走してしまったのかもしれない。ただ、音楽フェス以外にも、 一部のファンの行動は周囲から眉を潜められている。23年11月、平野さんら3人が、イブ・サンローラン、の香水とタイアップイベントを行った際、表参道ヒルズのショップに300人近い行列ができました。ほとんどのファンはルールを守って並んでいましたが、ごく一部店舗前で騒いだり、路上で道を塞ぐ人がいたようです。また、今年7月に、ナンバーアンダーバーアイ、 が CM 出演したマクドナルドでは、店頭に飾られた3人のポスターを目立つ場所に貼るよう店舗スタッフに文句をつける人もいたといいます。ナンバーアンダーバーアイのファンは購買力のある中高年層が多く、彼らが宣伝した商品はよく売れるため、3人を起用したい企業は多いです。ただ、一部の人たちによる配慮を欠いた行動が続けば、ナンバーアンダーバーアイファンはマナーが悪い、と、 結果的に3人のイメージダウンにもつながりかねませんよ。芸能プロ関係者。一部のファンの暴走行為をメンバーたちが喜ぶとは思えないが。